ということで、このステージマリンフェスが特別トークショーでお楽しみいただきたいと思います。それでは急遽1名お越しいただけるということで、3名選手がいらっしゃいます。大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いします。さあ、本日のマリンフェスタ特別トークショーでは、石川真由美選手、北日本の選手、そして松井美奈選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。では早速ですが、一言ずつご挨拶をいただいてもよろしいですか。はい、富山県から来ました石川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では北選手をお願いします。はい、鹿児島県から来ました斉藤太です。よろしくお願いします。お願いします。そして、もう何回目か忘れましたけど、トークショーばっかりやってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。北選手お待ちしておりました。よろしくお願いします。さあ、今日は急遽ね、3名でお越しいただいたんですが、早速このマリンフェスタ特別トークショー、おなじみのタコ紹介のコーナーからいきたいと思います。これ自己紹介ならぬ他己紹介といって、自分ではない他のお二人がこの選手どんな人っていうのを紹介していただこうと思ってます。ではまず石川選手がどんな人かをお二人から伺いたいんですが、北木選手、石川選手ってどんな方ですか。そうっすね、はい、いやもう面白いっすね。面白い、はい、なんか随分よくご一緒になんかお食事行ったりとかされてるみたいですね。はい、よくしてもらってます。よくしてもらってる、はい、じゃあ頭が上がらない感じですか、石川選手には。そうですね、はい、そうなんですね。では若井選手から見た石川選手どんな方でしょう。まあ、見ての通り、お寿司好きな。お寿司好き、はい、人だと思います。お寿司がお好きなんですね。一緒に若井選手は行かれたりはあるんですか。はい、あ、そうなんですね。では今度は北木選手がどんな方なのか伺いたいと思います。では石川選手、北木コーターという人間はですね、はい、8月1日生まれ、はい、あ、8月1日生まれ、もうすぐですね、もうすぐ誕生日、もうすぐ誕生日だ、はい、霧島、おじゃんせ霧島大使やってます。大使も務めていらっしゃるんですね、はい、そうです。あ、よく詳しいですね、はい、石川選手、ファンの皆さんがちょっと知らないような何か北木選手の裏側とかあります。いいですか、いいですか、お願いしても。ちょっと言わないでいいです。え、いや聞きたいですよね。実は A の裏側に顔がいてます。そっちの裏側の方ですか。なんかよくお写真なんかインスタにね、撮ってらっしゃいますね。それは二木選手受け入れてらっしゃるんですか。いや全然受け入れてない。受け入れてない、はい、あ、そこはちょっと不満があるんですね。いやまあ不満というか、はい、この人何を言ってるんだろうって感じです。こういう感じなんですね、はい、ではボタンを気にしている涌井選手すいません。ボタン気にしているところすいません。はい、涌井選手から見た北木選手どんな方でしょう。最近一人暮らしを始めましたね。あ、そうなんですね。あ、これ大丈夫ですか。自炊にハマっている。自炊にハマってる。最近作ったのが、はい、なんだっけ、鶏胸肉のロースト。ロースト、はい、凝ったお料理を、はい、作ったみたいです。ちょっと北木選手そうなんですか。まあ、最近ですね、はい、ここ1ヶ月ぐらい、はい、まあ、ちょっと自炊を始めました。あ、すごいですね。それはもう自分が考案するんじゃない日にもうちょっと時間があるときに作ったり。そうですね、出前とか外食だったらちょっとお金かかってたんで、はい、はい、先輩方ほど稼いでないんで、はい、自炊しようと思って。あ、そうなんですね。石川選手、なんかそれを聞いてどうですか、一人暮らし始められたって。行かれました、お宅の。あ、僕近所なんで。あ、ご近所なんですね。はい、行くんですけど。じゃあちょこちょこ行ったり行きしたり。8万円ぐらいの炊飯器だったんです。8万円の炊飯器、それどんなお米が炊けるんですか。めちゃくちゃ美味しいご飯が炊けます。あ、そうなんですね。なるほど、最近一人暮らしを始めたというね、ちょっと情報を伺いましたが、では今度は涌井選手がどんな方なのかお二人から伺いましょう。石川選手、そうですね、はい、掴みどころのない感じの。そんな感じしますよね、ちょっとね。そうなんでしょう。グルメな、あ、グルメな、グルメな先輩です。グルメな先輩なんですね。では北木選手はどうですか。涌井選手どんな方でしょう。やっぱりマウンドで皆さんが見てる通りのクールで、はい、あ、クールで、はい、尊敬できる、憧れる、はい、その先輩です。あ、もうすごいベタ褒めですけども、涌井選手それを聞いてどうですか。
まあ、こういうところだとそういうしかないんじゃないですか。なるほど、なるほど。まあまあそうですね。こういうところで、はい、大体けなされる人って、はい、なかなかいい。そうですね。では涌井選手はもう皆さんの憧れの存在ということですね。では過去紹介はこの辺にして、次のお話に移っていきたいと思います。さあ今日はですね、台風一過ということで、昨日は残念ながらね、試合が中止になってしまったんですが、どうぞマリンスタジアムやっぱりね、天候の影響を受けやすいかと思うんですが、今日はピッチャー陣にお越しいただきましたが、やっぱりこの風の強弱だったりとか、ピッチングには大きく影響するんじゃないのかなと思うんですけど、その辺のことちょっと伺ってもいいですか。すいません、なんかなんとなく順番的にすいません。どうですか、風っていうのはこのゾゾマリンの。いや、あんまり僕は分かんないです。あんまり気にせずに投げてらっしゃる感じですか。はい、はい、そうなんですね。二木選手はいかがですか。あ、強すぎたら気になりますけど、はいはい、まあ、そんなに僕も気にはならないですね。そうなんですね。涌井選手いかがですか。いや、でも風があった方が涼しいんで。あった方が涼しい、はい、はい、昔行ったところはちょっと暑かったんで。そうですね、今日ね、こちらの方もたくさんいらしてますけどね、ちょっと暑いところにいらっしゃいましたもんね。そうです、はい、じゃあちょっとここは風が抜けてちょっといいかなっていう。はい、なるほど、そうなんですね。ピッチング自体にはどうですか、影響って涌井選手感じられますか。あ、でも二木はすごい風を使ってますね。風を使ってる、はい、そういう時ってどんな風になんかの変えたりとかされるんですか、高木選手。いや、変えるところは全くないですね。ないんですね、はい、なんかその風のこの向きだったらこうとかっていうのはあるんですか。いや、もうマリンはほぼバッターからピッチャーに風を受けるような感じなんで、はいはいはい、ちょっと風向系とね、向きが違ったりするんですよね、はいはい、なので、はい、まあ、変えるところは全然ないですね。そうですね。じゃあそのうまく風をこう利用して離れてらっしゃるということですね。では続いて今度はもう夏真っ盛りということで、夏の話題に行きたいんですけれども、皆さんにとって夏といえばまずズバリどんなイメージなのか伺いたいんですが、石川選手からいいですか。夏ですか。夏といえば、夏といえば甲子園じゃないですか、やっぱ。甲子園、なるほど。やっぱりこう母校の様子は気になりますか。あ、僕はもう一回戦負けしたんです。あ、そうだったんですね。あ、失礼します。そうだったんですね。じゃあこれから始まれば甲子園が楽しみだなっていう。そうですね。あ、はい、なるほど。やっぱりプロの選手も甲子園を気にして見てらっしゃる。はい、いい選手いっぱいですね、はい、そうなんですね。じゃあ夏といえば甲子園。では二木選手、夏といえば。いや、僕も甲子園ですね。あ、そうなんですね、はい、ちなみに二木選手の母校の方は。あ、結構最初の方で負けました。あ、そうだったんですね。甲子園が始まったら気にしてご覧になってる。そうですね、はい、ここの高校のピッチャーすごいなっていう感じで見てます。プロの選手もそういう風に思ったりするんですね。すごいです。あ、なるほど。では涌井選手は夏といえば、まあ、花火じゃないですか。花火、そうですね。ゾゾマリンの花火綺麗ですもんね。そうですね、まあ、でもいつも先発なんで、はい、ちょっと見られない、見れないんですけど。そうですね、はい、あれは見たら打たれそうな気がするんで。あ、なんかジンクス的なものがあるんですか。いや、集中力切れちゃって。あー、ちょっと気持ちが持ってかれちゃうと。はい、今日、まあ、隅田川の花火あるんで。あ、そうですね、今日ね、帰り、まあ、見ながら帰り見ながら、はい、そうですね、帰り見ながら帰っていただいて、今日は試合終了後もスターライトハーモニーといってね、花火1000発の打ち上げがありますので楽しみにしていてください。では続いて、皆さんやっぱり高校生とかね、学生時代は野球漬けの夏だったんじゃないかなとは思うんですが、夏の思い出とかってありますかね。なんか素敵な思い出とかあったら教えてもらいたいんですが、今度は涌井選手から聞いてもいいですか。どうでしょう。はい、いや、はい、ないんじゃないですか。もう本当にそれこそ、まあ、二木とかとは違って野球ばっかりで強い高校だったんで。二木選手と違って甲子園にも出てるんで。なるほど、なるほど。もう夏休みとはなかったです。ひたすら野球。そうです。あ、そうですよね。では二木は羨ましいなって。そうじゃなかったと涌井選手おっしゃってますけど、二木選手どうでしょう、夏の思い出は。いや、まあ、夏は、はい、まあ、夏休みも、はい、まあ、弱いくせに練習は毎日してたんではい、はい、でもその野球してた思い出しかないですね。やっぱりもう野球漬けですね。なるほど。なんか涌井選手ちょっと違うんじゃないかっておっしゃってますけど、では石川選手どうでしょう。いや、僕も野球しかやってないんで。やっぱり皆さんそうですね。そうですよね。ではここでちょっと
伺いたいんですけど、もし今夏休みが取れるとしたらどんなことをしたいのか、ボードって3枚ありますか？大丈夫ですか？ちょっとボード持ってきてもらっていいですか？せっかくですからのボードを使って、もし今野球選手なんでね、こんなまとまった夏のお休みは絶対取れないんですけど、もしそれが可能だったら何をしたいか、ちょっとホワイトボードを使ってお答えいただきたいなと思います。お願いします。休みも始まってね、毎日楽しんでいるのかなと思いますが、もし夏にお休みが取れることがあったら、まあ、もちろん野球選手じゃなかったらと考えてもらっても構いません。こんなことしたい、あんなとこ行きたい、ぜひちょっと今回記入式で書いていただければと思います。あの今回ね、初めお二人だけいらっしゃるって聞いてたんで、すいません、あの消しゴムじゃなくて消すやつ2つしかなくて申し訳ないです。もし夏休みがあったら何をしたいか、今回ちょっと記入方式で書いていただきます。さあどうでしょうか。理想の夏休みの過ごし方、二木選手書き終わりましたか。はい、では涌井選手と西川選手はいかがでしょうか。じゃあできた方から見せていただいてもいいですかね。では石川選手お願いします。じゃん、ハワイ。ハワイいいですね。はい、はい、やっぱり石川選手もハワイに行きたい。まあこの時期は行けないんで、はいはい、行ってみたいですね。ハワイでどんなことしたいですか。プールサイドで、はい、プールサイドでビキニの女性を眺めながら、ビキニの女性を眺めながらゆっくりしたいです、ね、ゆっくりしたい、最高ですね。ハワイでね、そんなことができたら最高ですよね。では爆笑してる北選手見せてもらっていいですか。でも僕はもうひたすら休みたいですね。ひたすら休みたい、はい、それはあのお家から出ずにいたいんですか、どうですか、それは。家から出ずにでもいいですね、はい、家から出ずにでもとにかくゆっくりしたいと。そうですね、旅行とかは12月に野球忘れる時期に行きたいですね、はいはい、あ、なるほど、じゃあ夏はとにかく休みたいと、はい、ちなみに暑さは得意ですか、苦手ですか。苦手です。あ、苦手なんですね。じゃあちょっとあんまり出歩くよりは休みたい。はい、なるほど。では涌井選手お願いします。はい、涌井選手のお答えは、はい、ヨーロッパに行きたい。ヨーロッパ、またおしゃれですね。具体的には何か行きたいこととかやりたいこととか。まあでもイタリアとかフランスとか行ったりして、はいはい、美味しいご飯を食べながら、はい、ワインを飲んで、あ、さすが来るね、はい、雪を眺めて、はい、ふたきにラインして、あ、ふたきにラインして、お前にはまだ早いぞ、LINE をしてあげたりと。写真付きですか、それは。いや、写真は送らない。写真は送らないと、なるほど。これが皆さんの理想のね、夏の過ごし方。なかなか現実にね、あのするのは野球選手難しいと思うんですが、ぜひね、オフはいろんな旅行とかね、楽しんでいただければと思います。では一旦ホワイトボードはお預かりしましょうか。はい、お預かりします。今ちょっとお話に上がりましたが、ちなみに三選手、二木選手はちょっと暑いの苦手とおっしゃってましたが、どうでしょう、涌井選手と石川選手、暑いのは得意ですか。僕大嫌いです。あ、嫌いですか。涌井選手はゼロ、大嫌い。皆さん嫌なんですね。ちなみになんか夏バテ対策とか何かされてることってあるんでしょうか。石川選手から聞いてもいいですか。いや、ないです。僕は、はい、特に夏だからといってこれをする、あれをするはない。はい、あ、なるほど。北木選手はどうでしょう。いっぱい寝るぐらいじゃないですか、ね、あ、いっぱい寝る、やっぱり睡眠は大事ですか。はい、なるほど。では涌井選手はどうですか。キムチを食べる。あ、キムチを食べる、いいですね。いいですか。いいんじゃないですか。なんかこう辛いものでなんかこうね、分かるんですよ。まあ、関谷に聞いたんで。あ、関谷選手はキムチを食べる。関谷ちょっと変っぽい。あ、なるほどなるほど、はい、なので向こうの人は、はい、向こうの人じゃないですけどね、はい、ですけど、はい、向こうの人はよくキムチを食べると。はいはいはい、それができるって取り入れてみたと言ってたようです。言ってたようです。じゃ皆さんもよかったら試してみてください。さあ、ということでちょっと夏にまつわるお話を今日は順番に聞いてるんですが、今日はちびっ子もね、たくさん来てくれてると思います。お三方はですね、夏休みの宿題は早いことやっちゃうタイプですか、それとも最後にワーッとやるタイプか、それもちょっと聞いてもいいですか。では石川選手。僕はもう最後まで、最後まで、最後楽しみなんで、楽しみで最後は取っときます。最後に取っとくタイプ、はい、なるほど。では二木選手。僕も最後に溜めて、溜めて、なんなら学校始まってから、なんなら始まってから、はい、あら、ち
っとちびっこには真似してほしくないですね。では涌井選手どうでしょうか。どうだったんでしょうね、もうだいぶ前のことなんで分かんないですけど、まあでも、その日その日やる気があればやってたんじゃないですか、ね、その時の気分に合わせて、演奏って時はやって。そうです。あ、なるほど。では今日はせっかくちびっこも来ていることですし、ちびっこたちにメッセージを一言ずついただきたいなと思うんですが、ではこれも石川選手からでよろしいですか。ちびっこたちに、ちびっこたちに、はい、メッセージがあったら。そうですね、はい、かき氷ばっか食べてお腹壊さないようにしてくださいそうですね、あんまりいっぱい食べちゃうとね、お母さんに怒られちゃいますからね、気をつけてください。では二木選手、何でもいいんですよ、何でもいいんです、はい、そうですね、まあ暑いですけど、はい、外で友達といっぱい遊んで、はい、うん、たくさん体を動かして夏休み楽しんでほしいですね、はい、いいですね、ぜひね、暑いけど暑さに気をつけながら外で元気に遊びましょうということですね。では涌井選手お願いします。まず熱中症に気をつけて大事ですね、はい、はい、でまあ、本当に二木が言ったように、はい、友達と遊ぶことが一番大事だと思うので、うん、元気よく遊んでください。はい、ぜひみんな元気よくね遊んで、そしてマリンにもいっぱい来てくださいね。では、トークはちょっとお時間来てしまいましたので、ここでちょっとフォトセッションということで、3人揃ってのお写真を撮らせてもらってよろしいですか。では中央にお集まりください。じゃあ椅子は上げちゃいますか。はい、お願いします。ではちょっと3人キュッと真ん中に寄っていただきまして、フォトセッションのお時間です。さあ本日は石川選手、塚地選手、涌井選手に、お越しいただきました。皆さんもね、調子でスタイルがいいですね、絵になるお三方です。なんかポーズとかなんかやりますか。なんかどうですか。まくれでいきますか。どうしましょうか。あ、まくれですね、はい、ちょっと石川選手だけのまくれで、じゃあちょっとお楽しみいただきましょうかね、はい、では写真の方はよろしいです。全員にメッセージを一言ずつ、すいません、何度もメッセージすいません、お願いしていいですか。はい、今日はご自身が並んで勝てると思います応援よろしくお願いします。後半戦まだまだ試合あります。マリンにはぜひ来てください。よろしくお願いします。では涌井選手お願いします。今日終わったら二木のリサイタルがあるみたいなので、皆さん最後まで残ってください。楽しい